続いてはワールドリポートシンガポールからです。シンガポールで新型コロナウイルスとともに感染が広がっている蚊が媒介する感染症のデング熱についてお伝えします。シンガポール支局の山本浩二記者に聞きます。山本さん、おはようございます。おはようございます。シンガポールでのデング熱の感染拡大なんですが、どの程度深刻なんでしょうか。はい、蚊が媒介する感染症の一つデング熱なんですけれども、発熱ですとか激しい頭痛などを伴います。シンガポールでは今年7月頃から例年を上回るペースで報告されているんです。6月以降10週間連続で1週間の感染者数1000人を超えています。そして今年に入ってからの累計の感染者数は2万4000人を超えました。今はまだ8月ですけれども、年間の感染者数としてすでにこれまでで最も多くなっているということで、このうち20人が亡くなっています。シンガポールはほぼ赤道直下の国でして、デング熱を媒介する蚊が1年を通じて活動できる環境なんですけれども、ここまでの感染拡大、当局にとっても専門家にとっても経験したことがないペースだということです。過去最悪のペースでの感染拡大ということですけれども、その背景にはどんなことがあるんでしょうか。はい、街中の消毒や蚊の繁殖地となる水たまりの除去などを強化しているシンガポール国家環境庁なんですけれども、感染増加の背景には新型コロナウイルスの影響があるとしています。まず新型コロナウイルスの感染拡大による外出の制限によって自宅などに留まる人が増え、蚊に刺される機会が増えたとみられること、また同じく新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の制限によって労働者のいなくなった工事現場に水たまりが残ってしまったこと、そして6月の降水量が過去10年で最多だったことも例年より蚊が増える要因になったとしています。こうした新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むための手段の一部がですね、デング熱の感染拡大につながるという結果となってしまったということです。国家環境庁ですけれども、この先10月頃まで感染拡大は続くとしていまして、殺虫剤や虫除けの使用、それから長袖長ズボンの着用といった警戒を呼びかけています。デング熱と新型コロナウイルスという、まあ、同時に2つの感染症への対応が迫られているわけですけれども、これなかなか難しいですよね。はい、その通りだと思います。感染症1つだけでも対応、これ容易ではありません。ですから政府は難しい舵取りを迫られています。さらにこの2つの感染症、実は初期症状が似ているということが対応をさらに難しくしているという指摘もあるんです。新型コロナウイルスもデング熱もともに発熱の症状があります。どちらの感染症かを見極めるためには医療機関での2種類の検査が必要になってしまいます。6月初め、発熱の症状で近所のクリニックを受診した後、救急車で病院に搬送されたというシンガポール人の男の子は、搬送先の病院で実際に PCR 検査と血液検査という2種類の検査を受けたそうです。まあ、こうしたことからですね、専門家によりますと、この2つの感染症、病院での対応も異なることから、医療機関に過度な負担がかかって、患者が増えれば増えるほど医療現場が逼迫する恐れがあると指摘しています。2つの感染症が同時に拡大するという二重苦ともいえる厳しい状況に直面しています。はい、今朝のワールドリポートはシンガポール支局の山本浩二記者に聞きました。続いてビジネス経済です。アメリカ、トランプ大統領が躍起になっている中国のスマホアプリ、一体どんな企業が運営しているんでしょうか。マイビズ田中キャスターです。今朝のマイビズはアメリカでの TikTok 売却問題です。 TikTok はどんな企業が開発し運営しているんでしょうか。またアメリカの対応に対して中国の見方はどうでしょうか。野村総合研究所上級コンサルタントの李智恵さんにお聞きします。李さん、おはようございます。おはようございます。先日アメリカのトランプ大統領が動画投稿アプリ TikTok を運営するバイトダンスに対して、
アメリカ国内での事業を売却するよう命じました。李さん、そもそもこの TikTok がどのようなサービスなのか説明していただけますか。はい、 TikTok は中国のバイトダンス社が開発した短編動画投稿アプリです。ユーザーは15秒から1分ほどの短い動画を作成と投稿ができ、アプリ内の特殊効果を活用して誰でもユニークな動画が作れるものです。2019年に海外で一大ブームを巻き起こし、ダウンロード回数は20億回を突破しました。世界で最も多くダウンロードされたアプリとなり、とりわけインドとアメリカの伸びが顕著です。2019年 TikTok のアメリカでのユーザー数の伸び率は 97.5% を記録しました。国や言語に関係なく、ここまで世界で広がった中国発のアプリとして TikTok は初めてではないかと思います。でこの TikTok を開発したバイトダンス社なんですけども、どのような会社なんでしょうか。この TikTok を開発したバイトダンス社は2012年に設立された会社で、まだ8年しか経っていない若い会社です。2020年の第一四半期の売上は56億ドルで、昨年の同時期と比べると 130% 以上成長しました。まあ、これコロナの影響もあると思います。はい、その時価総額は一時期1500億ドルにも上り、世界で評価額の一番高いユニコーン企業といっても過言ではないです。実はバイトダンスの最初のサービスは TikTok ではなくて、今日頭条、まあ、今日のヘッドラインというスマートニュースサービスです。1000万人のユーザーを獲得するまでは90日しかかかっていないと言われており、今は7億人も使うスーパーアプリに成長しました。まあ、ユニコーン企業というのは評価額10億ドル以上の未上場のベンチャー企業のことなんですけども、これバイトダンスのニュースサービスがそこまでヒットした原因は何ですか。はい、他のニュースサービスと違うのは、バイトダンスのニュースサービスは AI によるレコメンドエンジンを搭載し、見る人の属性、例えば住む地域など、あるいは関心分野、閲覧履歴ですね、はい、それに合わせて自動的に該当領域のニュースをプッシュすることです。自分が本当に関心ある分野のニュースをわざわざ探さなくて済む。そしてニュースにコメント機能を付加することで、ソーシャル性も備え、たちまち人気を得ました。はい、で2017年に生まれた TikTok もこの AI レコメンドの技術を引き継ぎました。動画の内容が面白ければ面白いほど推薦される確率が高くなり、たとえ無名な人でも一躍脚光を浴びることもよくあり、気軽にスターになれる TikTok は多くの若者を虜にしました。そして TikTok は見る人の思考に合わせて動画を表示することで、見たい動画をわざわざ検索しなくて見ることもでき、まあ、その顧客体験の良さも高い評価につながりました。まあ、実はこの AI レコメンドエンジンを支えるアルゴリズムのレベルが高くて、多くの競合の企業は類似なサービスを開発してもほとんど TikTok にかなわず失敗に終わります。まあ、まとめると、バイトダンスは先端的な AI 技術を持つテック企業と理解してください。他の中国のアプリは、まあ、主に中国市場だったり、あるいは海外に住んでいる中国系の住民を中心に利用されているんですが、この TikTok はなぜ世界で人気を獲得することができたんでしょうか。この AI によるレコメンド技術や優れた顧客体験のほか、その国の文化と深く融合したことが功を奏したと私は見ています。海外に進出した初期、その国の人気のタレントや歌手に動画サイトの解説を依頼し、サイトへのファンの誘導を実施します。そしてその国の SNS で巨額の広告費を投じ、影響を拡大させます。まあ、一説によると TikTok がアメリカで投じた広告費は1日あたりに換算すると300万ドルにも上ります。莫大な投資をしてようやく市場の一角を占めることになったところに、アメリカに禁止および売却を許容されるのは大きな波紋を呼びました。 TikTok を愛用しているアメリカの若者はトランプ氏の使用禁止令を受けて、トランプ陣営の選挙アプリに低評価をつけるなど抗議の声も上がるほどです。アメリカでは個人情報の漏洩が理由であるという報道もされてますけれども、アメリカがこれ禁止にしようとしている理由について、李さんはどう分析してますか。
はい、今年の3月頃から改めて TikTok に対して批判が強まった背景には、うん、パンデミック下にアプリが爆発的なダウンロードを見せたことがあります。これにより大統領選挙の中世論への影響力を恐れるのは一番の理由だと思います。個人情報の不適切な取得などはあくまで建前で AI レコメンド機能と関連して個人のアプリの利用状況を分析するのは本来不可欠で、TikTok の発表によると世界中の多くのアプリと同等レベルの収集に過ぎないです。実際6月に多くの若者が TikTok などを通じてトランプ氏がオクラホマ州で開催した選挙集会をボイコットする運動を呼びかけました。偽の参加登録をして実際は現場に行かないというやり方の動画を TikTok に投稿したら多くの若者に賛同されました。100万人を超えるチケットの申し込みがあったとされる中で実際には6200人しか集会に参加していなく空席が目立ちトランプ氏を激闘させたという事件も起きたそうです。このようにもともと TikTok はあくまで動画配信のツールに過ぎなくてある意味飛び火が移ってしまったとも言えますがその AI のレコメンドエンジンが裏目に出たことは否定できません。つまりその世論への影響力から国家安全保障上の脅威に仕立て上げられたことがアメリカの禁止令の本当の原因です。うん、リスさんはそう分析されているわけですね。でこの TikTok のアメリカの業務や発展戦略なんですけども今後どのようになっていくとリーさんは考えてますか？はい、バイトダンス社もファーウェイと同様に、アメリカの疑念を払うために様々な努力をしました。2020年5月にアメリカのウォルト・ディズニーの幹部ケビン・メイヤー氏を海外業務の最高経営責任者にすると発表しました。またケビン氏はバイトダンス社の最高執行責任者も兼務するそうです。そしてデータはすべてアメリカのサーバーに保存しバックアップはシンガポールに置くと主張してロビ活動を続けてきました。で4月にバイトダンスはソースコードを公開しアメリカのセキュリティ審査を受けることまで実施しましたがそれでも禁止を免れませんでした。ファーウェイと同様にアメリカは明確な違反の証拠を出せない状況であっても、親会社が中国企業である以上アメリカでの業務継続は難しいでしょう。実はバイトダンスは中国国内で SNS 最大手のテンセントのビジネス領域も脅かすほど存在感を増しています。教育、ゲーム、エンターテインメント企業向けのコミュニケーションツールなど様々なサービスを提供しています。今後はアメリカと関係の近い国での展開戦略の見直しをせざるを得ないのですが中国本土の市場により力を入れる戦略になると思います。はい、李さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。野村総合研究所の李チェさんにお聞きしました。